Hello everyone! Thank you so much for watching! 皆さんこんにちは、すみれです。今日はね、2020年明けたので、ちょっと今年もよろしくお願いしますということで、我が家のうさこのりおくんです。今年もよろしくね。ということで、2020年も私のコスメ海外コスメチャンネル、どうかよろしくお願いします。今日はパウダーの断捨離、ディクラッタリングをやりたいと思います。このクラッターというのは散らかりのことで、D をつけると反対の意味になるので、ディクラッターというふうになります。なので今日はフェイスパウダーのディクラッタリングです。では早速いきたいと思います。まずこの一番私が好きなラプレリーのパウダー。これはね、2019年に最もよく使ったコスメでも紹介したんですけども、パウダーのね、キメがものすごく細かいものになります。手のね、ところとかに例えばちょっとこういうふうにね、振ってあげるじゃない?そうするとね、すごくね、綺麗な陶器のような感じになるんですけども、これはセッティングパウダーとして使ってます。こういったビューティースポンジでこれをねつけてあげて、それでセッティングするときに使います。ちょっと手のひらで余分なのを取って、そしてこの目の下とかをセッティングしていきます。なのでこれ基本的に私が使う用途としては、リキッドの、まあ、クリームファンデでもリキッドでもそういったね液体系のファンデを使った時のセッティングとして使っています。ただこのパウダーに関してはセッティングはすごくいいんだけども、とにかくでもね、しっかりと絞るっていうことが一番のキー。もうちょっとでもちょっと多すぎたり、水がね水分が多すぎたりするとものすごく相性がね良くなくて、こうベタってなっちゃったりするので、とにかくしっかりと水分を取ってつけると本当にピタッと張り付くのでものすごくおすすめです。であとこれはフィニッシングパウダーとしても使うことができます。しっかりとね、色味もついてくれるので、お化粧直しの時とかね、こういったパウダーね、ブラシに、今度はお化粧直しの時はブラシです。ブラシがおすすめかな。で、こうね、パッパッパッとこう、全体にさっさっと叩いてあげるだけでも、かなりね、この色の明るさとか、そういったファンデーションのちょっと木薬とかそういうのがもしあったとしても、そういうのをしっかりと修正してくれるので、これはすごく好きですね。なのでまあこれを断捨離することはございません。そしてこのね、代用品にもなるんじゃないかなって思うぐらいのすごく私のおすすめなのがこのフーダビューティーです。このフーダビューティーのこのベーキングパウダー用のねものが出てるんですね。ベーキングというのはもともと舞台ステージ、そういったね舞台用のメイクとして、まあ、要は長持ちする、汗とかにも強いね、長持ちするように使われたテクニックなんですけども、しっかりとね、この前の動画でもちょっと2019年のお気に入りでも簡単にお話ししたんですけども、こういったものにビューティーブレンダーとかね、ビューティースポンジを入れてしっかりと色をつけるようにセッティングをするんですね。で結構このパウダーの粉が分かる感じでこうやっておきます。やっておいてしばらくして、まあ、5分、10分後とか15分とかね、その後にこうさっさっさって払い、はたってあげる、はたいてあげる、ん?払ってあげるだ、払ってあげるね、払ってあげるとこう綺麗になります。ただ肌の状態がすごくいい方はいいと思うんですね。海外メイクってね、結構ファンデーションを暗めにして、この目の下とかコンシーラーを使って明るさを出すっていうようなやり方は結構主流なんですけども、結構ねそれはもう思いっきりこうね、このコンシーラーでやったりとかして、だから結構コンシーラーって色のね、これがいい、これが良くないとか、やっぱり海外の方ってこの骨格上目の下のクマができやすいんですね。だからそれを隠すためにいろんなこのコンシーラーでしっかりカバーもしつつ明るさも出すっていうようなやり方が結構主流になっていて、なのでセッティングパウダーとかすごく重要なんですけども、ただやっぱり年をいくと、やっぱり年配ある程度年齢をねこう重ねていくと、あまりにこうねコンシーラーだいろんなねパウダーをやっちゃうとすごくねもう重くなっちゃうし崩れるしっていうことで、やっぱりそれはね、もう結構最近ここ数年はかなり NG と、まあそういう年配の方とかはね、もう20代とか若い子はいいんだけども、それ以外は本当にちょっとやるのはコツっていう風に結構広めて、まあ私たちからすると、まあ、当然じゃないかなと思うかもしれないんですけども、まあそういうのが主流だったね、海外では。まあそういうのが今浸透してきてる感じなんですけども、ちょっと話が戻って、このベーキングパウダーはね本当に色味の感じとかすごくねラプレリーと似てるんですよね。なのでこれはね、値段も結構お手頃だと思うので、お手頃っていうかラプレリに比べればねと思うし、片方ねこっちラプレリ、こっちがフーダビューティーでやっても極端に差がなかったっていうか、もちろんラプレリの方が好きなんですけど、良かったので、これは何かいいセッティングパウダーないかなって思われる方はおすすめです。別に何分とか置かなくていいです。もう時間を置いたりしなくて薄めにこうつけるだけでも全然 OK です。そしてこちらがクレドポーボーテのパウダーになります。クレドポーボーテプードルトランスパラン
フェイスパウダー 30g ですね。こちらなんですけども、私の個人的なおすすめはフィニッシングパウダーとして使うことです。ものすごくね、キメが細かい、粒子が細かいっていうのかな。何がいいかって、このね、ここに入っているこの、これね、これがすごい細かい、この網目が見えないぐらい本当に細かいんですよ。もともとの粒子が細かいのにさらに細かくなって、これでね、本当にふわっとこのベールをかけるような感じでこうやってあげると、もうね、赤ちゃん肌みたいな仕上がりに結構なってくれるんですね。なのでこのクレドポボーテのパウダーは本当に仕上げに、このまたは化粧直しとかの時にさっとかけてあげるだけで、結構ね、この赤ちゃん肌みたいな感じになるので、これもすごくおすすめです。ただ昔は本当にあの肌の状態がもう少しいい時とかね、エスティローダのダブルウェアを、それを薄く、もう本当に薄く明るい色をこだけね伸ばして、すごく薄く伸ばして、これの固形バージョンのパウダーがあるんですけども、プレスト版ね、それを結構ね、あのスポンジも結構平たい感じなんですね。それでこうペタッてやると、かなりもうピタッと密着して、本当にもうある意味それがセッティングパウダーみたいな形で使ったんですけども、両方ともファンデーションもそのパウダーも本当に少量ずつなので、今の私のメイク、普通にファンデーション塗ってそのセッティングにはこれはあんまり向かないです。なのでこれは本当にフィニッシングパウダーとして、フィニッシングパウダーってね、基本的に結構粒子がものすごく細かい傾向があります。これも本当に細かいんだけど、すごくね、そういった面ではおすすめです。そしてこの RCMA、 これは結構ね、プロ用としてもファンデーションとかすごくいろんなのが出てるんですけども、これはね、この大ブレイクしたんですね。ただこのね、ケースに関してはね、結構いろんな NG 出たんですけども、私は結構ね、容器に普通にこう巻けて、こうやってね巻けて、それで使うので、あんまりそんなにケースは別にこれでもいいかなと思ったんですが、これね、買ったの2回目なんですね。1回目は結構お試しみたいな感じで、このちっちゃいタイプのものを買いました。それはね、あのビューティリッシュじゃないんですけども、他のところから買って本当に良かったんですよ。これね、名前がノーカラーパウダーって言います。白いんだけども、セッティングすると色がね、本当に透明なの。だからこのいかにね、このファンデーションをつけるとするじゃないですか、基本的に色がつかない。本当にこのよくね、トランスルーセントとか透明みたいな感じでも、やっぱり結構色がつくとこは白っぽくなるのあるんですけども、これ全くつかなかったんですね、前買ったものは。で、感動して、もうピタッとくっつくんだけども、あの色味がつかなくて、逆にそれが物足んないっていうか、本当にくっつけるだけの役割みたいな感じがして、でもそれがまだ本当に良かったなって思い出して、改めて買ったんですよ。だけどなんか今回ね、普通にこれでやると、これものすごくね、粒子もあの細かいんですけど、細かめの方かな、なんかね、白くなったんですよね。あれと思って、こうね、こうやるじゃない、今まではあんま白くならないで、このピタって本当にこの透明感が出るだけだったんですけど、今回つけると結構白くなったんで、なんかこのね、ちょっと今までと使ってた感じが違うので、まあちょっと私が求めた用途っていうのは本当に透明のピタだったので、他のあんまりフェイスパウダーと変わらない感じだったので、これ全然結局使ってないですね。だけどすごくいいパウダーですよ。だからビューティリストとかでもし買うのどうしようかなって迷ってる方いたら、ラクマとかでこれ安くお譲りしようかなってちょっと思ってます。ラクマのリンク下に貼ってあります。そして次、イットコスメティックスのバイバイポーズ。ちなみに皆さん、ポーズってご存知ですか？毛穴のことです。毛穴のことはポーズって言います。だからこれは毛穴バイバイっていうものですだけどね、すごいの、これ本当に粒子が細かくて、これはあのポアレス、ポアがない、毛穴がない、まあ、毛穴レスのフィニッシュ HD マイクロパウダーというので、何かフィニッシングパウダーとして毛穴が目立つなっていうところをちょっとやってあげると、全くそのね、細かい粒子で埋めてくれる感じになるんですけども、この粒子もまあ細かいんですよね。本当にもう本当細かい、ほんとね、細かくてね、毛穴がね、消えるの。これは固形バンジョーもあるんですけども、それも持ってたんだけども、それは本当に持ち運びもいいし、化粧直しとかでもすごくいいし、とってもおすすめです。ただこのツヤ感出したい方っていうのは、かなりこれはマットな形になるので、マットで毛穴をしっかり消してくれるような形になるので、おすすめはできないんですが、夏場とかね、もうほんといいから。ただしあまりに粉が細かいので、こうやってる時にこれ息をちょっと吐きながらやらないとむせます気をつけて。だけどすごくいいので、これは取っておきます。次、このローラメルシエのシークレットブライトニングパウダー、
これはね、やっぱり海外の方って全部のメイクを結構暗めのファンデーションでして、目の下とかこのね T ゾーンとかそういったところには、三角のねところに明るさ出すっていうことをすごく意識してされてるんですが、このやっぱ目の下の明るさってすごくね気にして、やっぱり目の下が明るい方がいいっていうことで、いろんなねパウダーが出てる中、一人ね私のよく見てた YouTuber の方がこれをものすごくおすすめしていて、しっかりと明るさが出てたんですね。でこれ買ったんですけど、全く使ってなくて、本当新品かっていうぐらい新品な感じです。なぜかっていうと、これ使わなくても結構ファンデーション自体としても色味を変えていたので、まあまあ明るさ出てるかな、そんなにこう暗くなることないかなっていうことで、単に需要の関係で使わなかったっていうだけなので、やっぱ目の下とか明るくしたいっていう方にはこれすごくおすすめなので、ちょっとよろしければラクマでまたお譲りしようかなって思ってます。でこの明るさでどんな風に出るかっていうと、こっち側ねちょっとつけてみようか。ちょっとこのねこういったブラシにつけて、でここに明るさを出す感じでこうつけます。今ねこれスポンジでつけてもいいと思うんだけど、今ブラシでつけてます。でそうするとちょっと明るさが出る感じなんだけども、まあ、今結構でも明るさいろんなパウダー塗っちゃってるから多分分かんないと思うんですけども、基本的にはこの目の下ね、この目の下のところに明るさを出すために使ってあげるようなものになります。次シャネル、シャネルのこちらがプードル、カタカナでプードルユニベルセルリーブル30ナチュレフェイスパウダーというふうにあります。でこちらね英語の方を見てみると、こちらナチュラルフィニッシュルースパウダーというのがあるので、最後の、まあ、フィニッシングパウダーとして使うやり方がすごくおすすめです。でこれもね全然使ってなくて買って使ってなくてね、30番の色でそこまで真っ白にもなりすぎずすごく良くて、でこの、ね、粒子もやっぱりすごく細かいです。フィニッシングパウダーってやっぱねみんな細かい感じがするんですけども、すごく肌もねものすごく綺麗になるし、これはね結構好きなんですけども、使う出番が回ってこないので、うん、もう思い切ってどうしようかなと思うんだけど、まあでもねこのせっかくねこんなあるし、やっぱりこれもねパウダーも使ってもらった方がいいと思うので断捨離します。ということでこれもまあラクマでちょっとお譲りしたいかなと思います。次カバー FX ね、こちらの、イルミネーティングセッティングパウダー、これはツヤが出るセッティングパウダーです。これのトランスルーセントがこの後出てすごく、ね、人気になって大ヒットしてたんですけども、私はこのねツヤ型の方を買ってました。でツヤの方、これ本当にツヤが出るんだけど、毛穴目立つから毛穴たちこんなにいましたっていうくらい毛穴が目立つんですよ、この光でね。なのでこの逆にね毛穴プライマーを使ってあげると本当に目立たないから、この毛穴プライマーの凄さを知りたければこれで試してっていうぐらいな感じなんですけど、あとねツヤもすごく綺麗です。なのでこれもハイライトとして使ってもいいかなと思ったぐらいで、あとね色味がすごくねラプレリーみたいな感じで、このちょっとコクがあるようなね陶器っぽいような色味なんですね。でツヤが出て、でここにちょっとつけてみるとこんな感じでね、ちょっとツヤが出るような感じなんですね。パウダーなんだけど、ハイライトみたいな感じで使ってあげても、本当にツヤがすごくあるから、まあ、全部に使わなくてもハイライト的な感じで、自然な、本当に自然の光が好きな方っていうのは、こういうのを使ってやっても綺麗な感じでなると思うし、全体ね、ツヤ肌が好きな方っていうのは、毛穴プライマーをしっかり使っていただければ、すごく綺麗にねツヤがいい感じで出るので、そういったね下ごしらえをしっかりしている方の肌にはおすすめです。だけども私ほとんど使わないので、これもねほんとハイライト用で取っとこうかなと思ったんですけど断捨離します。次ねメイクアップフォーエバーのウルトラ HD マイクロフィニッシングルースパウダーです。でこちらがセフォラのポイントで買ったものです。全部これ新品、全く開けてない、これも開けてない状態で、これも開けてない、フィルム剥がしてない状態で、唯一1個だけこれが試しでやったものなんですけど、まあ粒子が細かい、このね本当にもう何これっていうぐらい、もうちょっと感動するレベルの粒子の細かさなんですね。で明るさもすごいし、これね全体にフィニッシングでセッティングとかやった後にフィニッシングで全体にやると、結構時間が経ってもねつけたての肌の感じをキープしてくれるような印象がありました。なのでちょっとこれはね好きだったので、まあ、2個ぐらいは取っておこうかなと思います。なのでこの新品箱付けの方、こちらラクマで出したいなって思います。次アバーグラス、これは完全にフィニッシングパウダーです。まあねこれをセッティングパウダーとして、こういったねビューティースポンジでこういう風に取るんですよ。こうくるくる取って、でそのファンデーションとかの上からこうしっかりとねこう押してこうやるっていう方も
稀にね、いた、でもそうやってた方はもう今やってない方も多いんですけど、やると何があるかっていうと、ツヤが出てくれるんですね。でそれでやる方が結構もうそのやり方が好きっていうことで、それでセッティングするのもあるんですけど、個人的にね、これね、指で取るじゃない、結構ね、シマー感がわかるんですよ。シマー感がわかる感じなの。シマー感わかるし、ただこれをパウダーで、このブラシで全体に肌にのせるときっていうのは、そのシマー感がわからないんですね。だからすごく本当に肌の内側から輝いたようになるんですけども、これをね、そういったスポンジのつけ方ですると、よく見るとね、このシマー感が近くで見るとよくわかるんですよね。それがあんま好きじゃなくて、私とかはやらないです。あくまでこれは本当にもう推奨されているこのフィニッシングとして、こういった柔らかいね、もう柔らかいようなブラシで取ってあげて、もう全体にさーっとつけてあげる、全体にさーってつけてあげることで、この全体のね、ほんのりとしたツヤが出るので、それで私は好きで、この色、これは、ディフューズライトって色なんですけども、このね、ちょっと黄色ね、白っぽい黄色っていうのかな、明るい黄色ですね、その色を使ってます。なのでこれはキープしておきます。そして同じアワーグラスの3つのセットですね。でこれは最近買ったばかりなんですけども、同じもの以前買って持ってました。ただこのね、一番端っこの色がなんか同じものなんだけど、ちょっと色味がね、この方がこのオレンジっぽいっていうか、この茶色っぽいのが分かりますか。こっちの方がね、なんか色味がちょっとね、おしとやかな感じだったんですよね。比べるとこういう感じ。ここの明るさがちょっとこの2つと違う感じがしませんか？っていう感じがして、ちょっとね、この暗めのもので、ちょっとこのブロンザーのところとかにね、こう足して、このいい感じの光を出したかったりしたので、それで改めて買い直したんですね。ただこれ本当にこのね、パウダー自体はものすごく綺麗なので、むしろこのフェイスパウダーとして暗い色いらないっていう方だったら、これ最高だと思います。これ全部こうやって取ってあげて、それを肌にこうパーッとかけてあげる。もうね、パウダーかけまくっちゃってるからちょっとわかんないと思うんですけど、すごくね、自然なあのツヤが出てくれるので、まあ、こういったね、つけ方をするっていうのもありかなっていうふうに思います。で、2個あるので試したい方やりますかもうすごくいいから実家に置いとこうかなと思ったんですけど、まあどうだろうな、ラクマに出してもいいし、ちょっとこれ考え中でした。けどこれ1個にするのは確かです。そして同じアワーグラスの、これはルミネスライト、ルミネスライトって一番人気の色です。このルミネスライトの色ね、でこうやってちょっとね、肌色に近いような色になってくるんですけども、他のものと色を比べてみると、このルミネスライトだと、あと黄色のね、こっちもっと明るさ出る方とか、まあこれいろんな色味持っておきたいので、個人的にはこれみんなキープしてます。っていうことで、残すものはこれを残します。そして今回断捨離をしようかなと思っているものがこの子たちです。ただね、みんな大好きな子たちなので、あの本当に試したいとか、あのコスメ好きな方とか、チャンネル登録してくださってる方とか、まあ、そういった方々にもう真心込めて送りたいと思ってますなので、まあ、基本的にラクマのページから見ていただければ、これからね、出品していこうかなと思ってるので、よろしければそちらもチェックしてみてください。このチャンネルでは海外コスメのレビューとか、創始者の方が撮っている動画とか、そういった内容とかもね、いろいろ総合して、まあ、皆さんに共有をしたりとか、あとは実際に私が使ってどうだったかとか、そしてたまに気まぐれで英語も、あの海外の動画とか見るときに知っておくといいかなって思うような英単語とか英語のフレーズというのもシェアをしていけたらなって思っています。今日は断捨離の decluttering でした。よろしければぜひ海外コスメ好きな方、コスメ好きな方もぜひつながりましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。2020年もよろしくね。バイバイ。